こんばんは、マーティン。ダは、のみゃくーイキングタクです。今日は、二十億光年の孤独と冬が来たの詩を、えー、朗読したいと思います。まずは、二十億光年の孤独、谷川俊太郎さん。人類は小さな玉の上で眠り起き、そして働き、時々火星に仲間を欲しがったりする。火星人は小さな玉の上で何をしているか、僕は知らない。 あるいは、ねぎりし、きるルし、ハラハラしているか。しかし、時々、地球に仲間が欲しがったりする。それは全く確かなことだ。万有引力とは、引き合う孤独の力である。宇宙は引きずんでいる。それゆえ、みんなは求め合う。宇宙はどんどん膨らんでゆく。それ、みんなみんなは不安である。二十億光年の孤独に、 僕は思わずくしゃみをした。続いて、冬が来た。高村光太郎。きっぱりと冬が来た。八つ手の白い花も消え、イテウの木もほうきんになった。きりきりともみこむような冬が来た。人に嫌がられる冬、草木にせかれ、虫類に逃げられる冬が来た。冬よ、僕に来い。僕に来い。 僕は冬の力。冬は僕の餌食だ。染み通れ、突き抜け、火事を出せ、雪で埋めろ。刃物のような冬が来た。という感じで、いかがでしたでしょうか詩はまあ、心の表現するもので、ゆっくり読むものでございます。はい。以上です。バイバイ。